和工業株式会社大館仁です。メッキ工程の仮等を行っております。プラスチック成形品へのメッキは金属製品のメッキに対してまあより傷つきやすいので扱いとこういうものがちょっと難しいですね。目で見てまあ毎日見てるとやっぱり違いは分かるんですね。初めては見るとこの違いは分かりませんけど、やっぱり毎日見るとちょっとした違いが見えてきます。同じ製品といえどもまあ詳細には違うので、そういうところを毎日よく見てその違いを確認して、数年はかかりますね、ちょっとした違いに気づく。インドネシアからの研修生です。非常に頑張って真面目です。まず言葉を少なく簡潔にですね、あとは回りくどい言い方はしないでストレート、まあ、日本語の文脈が通じにくいので、まあ、はいかいえかそういうようなシンプルにですね教えるようにしています。後輩社員に教えている中でやはりまあちょっとしたこと、まあ、質問等で、まあ、聞かれて自分も分からなかったこととかもありますので、そういうのはまた再度改めて考え直すとやはり成長していくということを実感しています。まず自分がこう考えた通りにまあ、いいものができたり、あとは、まあ、うまくいかなくてもそのいろいろやり方を変えて、まあ、うまくいった時とかそういう時はやはり達成感を覚えます。まあ、初心に帰ってもっとより深くそのメッキに対してその知識と、まあ、技術とより深く学んでいきたいと思っております。